中華料理は下準備が命となります。丁寧な下ごしらえが美味しさの決め手です。肉に片栗粉をまぶして弱火でじっくり焼くと肉が縮まずジューシーに仕上がります。炒め油はごま油を使用することで香ばしい風味がプラスされます。野菜も弱火でじっくり炒めましょう。頻繁に混ぜると熱が逃げてしまうので炒めるときはフライパンを持たないようにします。野菜に8割火が通ってから味付けしましょう。